ペガソベックとは、スペインの装甲偵察車である。ベック装甲車は、BMR 装甲兵員輸送車の派生型として、設計され、1980年に、スペイン軍に、正式採用された。M242 ブッシュマスター 25mm、チェーンガンと MG3S7.6mm、ミリメートル同軸機関銃を装備の砲塔を、搭載したベック -25 と、 D921-90mm、e、低圧砲と MG3S7.62mm 同軸機関銃を装備のイスパノスイザ社製 H90 砲塔を搭載したベック -90 のバリエーションが存在する。ベックの機関砲装備型はもともとラインメタル RH200 に 20mm 機関砲を装備したベック -20 だったが、 1987年に 25mm 機関砲の M242 に換装しベック -25 となった。ベック走行車は BMR 走行兵員輸送車に対し、エンジンを車体全部右側から車体後部左側に移設し、車体後部右側には2名の偵察員が乗り込み、そのうち1名は後方を監視する。車体全部左側に操縦手。 砲塔に社長と報酬が配置される。車体後面右側には偵察員用の乗降扉がある。車体は防弾アルミ板の溶接構造で浮き高能力を有し、水上ではタイヤの回転により時速 3km で航行可能。オプションのウォータージェットを追加すれば時速時速 9km で航行可能。車体全面にスペースドアーマーを採用している。 1990年代後半に改良され、ディーゼルエンジンを、ペガソ9157-8からスカニア DS-9 に換装し、増加パッシブ走行を装着し、ベック M1 となる。ベック走行偵察車は、スペイン軍でのみ使用されている。ありがとうございます。